Say it.西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗し得る力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。敵の戦闘機が出てくるぞ。油断するな。隊長、地上にも敵がいます。何なんだこいつら。Thank you.
艦より全防衛隊に次ぐ。本艦はこれよりフォールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりフォールド体制に入る。フォールド？本気か？マクロスは超空間航法フォールドの失敗により冥王星軌道へと飛ばされてしまった。その中には異星人の攻撃を逃れて船内に逃げ込んだ多くの一般市民たちがいた。地球で生き別れた者たちと再び出会い大地に立つために彼らはマクロスの中に町を作り地球を目指した。そんな中に一人のアイドルがいた。聞いての通りだ。これより迎撃フォーメーションセブンティーンに移る。みんな、ロングレンジミサイルスタンバイ。喜ぶのはまだ早いぞ。相対速度を合わせ迎撃体制に移る。前期3回して逆加速に移れ。
デルタワンより各機へ。エリア108に大型戦艦出現。え？こっちの敵はおとりか？Yacht? Zentron to Meltron. Yuck. Yuck the culture. Transformation. Delta 1より Scar 11へ。あなたの担当は敵戦艦の迎撃のはずよ。速やかに持ち場に向かいなさい。敵機が侵入してるんだ。黙ってられるか。艦内に入って敵を撃破する。行くぞ。ちょっと待ってよ。
盤損傷、サブシステム作動不能。マクロスの閉鎖区画に飛び込んでしまったヒカルは救出した少女を見て驚く。リン・ミンネ、憧れのアイドルであった。脱出不能のゼロ G 区画で二人の奇妙なキャンプ生活が始まる。ミンネは降って湧いた休息を楽しみ、ヒカルは戸惑いながらも胸を躍らせた。そんな中、ヒカルは話題になっているミンネと共演俳優のラブロマンスの噂を持ち出した。すると民名は、ラブシーンなんて演技でできると笑うのだった。そしてねえヒカル、え、私ね、本当はあなたのことずっと好きだったの。愛してるって言って。でも私は愛してないのね。違うよ、好きだよ。本当に？本当だよ。嬉しい。閉鎖区画からなんとか救出されたヒカルとミンネ。しかし二人を待ち受けていたのは芸能スキャンダルの集中攻撃だった。ゼントラーディのブリ隊はマクロスで男と女のマイクローンが共存している事実に驚愕した。ゼントラーディは男だけの種族で、女だけのメルトランディと交戦中だったのだ。ブリ隊から報告を受けたゴルグ・ボドルザー総司令は直ちにマクロスの捕獲を命じた。デルタ1より全防衛隊へ、未確認のエネルギー反応急速接近中、至急確認願います。おいヒカル、お前本当にミンメイちゃんと何にもなかったのか？本当本当、とぼけちゃって。僕は一条先輩を信じてます。おと、敵さんのお出ましだ。みんな気を引き締めていけ。
のエネルギー反応？敵大型戦艦本艦に向けて急速接近中。これよりピンポイントバリア使用によるアームドアタックを敢行します。スカル、エンゼル、アポロ小隊は直ちに帰還してアーマードバルキリーに完走願います。全艦突入船スタンバイ。総員、敵艦突入時の衝撃に備えよ。アームドアタック。敵艦動力源を破壊し速やかに脱出せよ。目標は敵艦のど真ん中だ。気合い入れていけ。源はすぐ先だ。ポイントはお前が一番近い。任せたぞ。それでは先輩、また会いましょう。速やかに退去してください。
マスコミに追われて疲れた民兵は、憂さ晴らしに光をデートに誘い出した。束の間の平和を時を忘れて楽しむ二人。そんな中で立ち寄った展望台で土星の美しさに目を見張る民兵。光は彼女のためにバルキリーによるスペシャルフライトを思いつく。わかりました。帰ろう。やった。光る。大丈夫。僕に任せて。いけねえ。こいつ訓練用だった。一条くん、その機体では戦闘は無理よ。とにかくスピードで逃げ切って、こちらは援護を要請します。積極的じゃなくちゃ女は物にあっていいん。先輩酔ってますね。バロー、酒が怖くて戦ができるかって。ジェントラーディ軍の捕虜となり尋問を受けることになる。
なぜ男と女が一緒にいられるのか、なぜ自分たちより小さいのかと、全く文化形態の違うブリタイの質問に光たちは戸惑いを隠せない。尋問が続く中、民名と海軍はブリタイたちにキスをしてみせなければならなくなる。そう、ゼントラーディにはキスの概念がなかったのだ。早く演技するんだ、殺されるぞ。え、キス。を受けて混乱するゼントラーディ艦内、その混乱に乗じて脱出したヒカルたちはバルキリーを奪取し脱出を試みるが、ヒカル、クソをするんだ。そうか、失礼します。おお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 人命を助けなくっちゃ。ヒカル、ガンポットだ、持ってけ。ヒカル、ガンポットだ、持ってけ。
アフォルテス・タルニマドラム。ディアンズ、マーカメリア・テレルケ・マドラス・デ・アルケス。女だ。男と女が戦っている。今のうちに脱出だ。ホルト・ギルツ、マイクラン。うわ、先輩。来るな。ミンメを助けに行くんだ。何しては民兵さんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。何しては民兵さんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。その壁の向こうにいるはずよ。光る！あ！これは！ボールドだわ！この缶がボールドしようとしている！みんな！統合軍太平洋艦隊所属攻撃空母プロメテウス。まさかここが私たちの地球だなんて。
生存者を探すヒカルたちは海上に巨大な遺跡を発見した。それは太古に飛来した都市宇宙船の廃墟であった。通信機でマクロスと連絡を取る二人の前に現れる宇宙船の意志、それはゼントラーディたちと人類の祖先であるプロトカルチャーの戦いの歴史を語っていった。遺伝子操作で生み出した巨人たちに滅ぼされたプロトカルチャーは地球に逃げ延び、人類の目を残して死滅したのだ。誰もいない廃墟の町の誰もいない一軒の家で食器だけを並べた偽りの晩餐に、ヒカルは軍人でなく壊れそうなぐらいに純真なミサの心を見た。そしてヒカルとミサは互いの唇を重ねていた。その時ミサの手にはプロトカルチャーたちの言葉で書かれた一枚のプレートが握られていた。ヒカルとミサはマクロスに帰還した。ミサからの地球全滅の報告にグローバル艦長は瞑目した。そしてヒカルはフォッカーの婚約者クローディアに悲しい知らせを告げたのだった。ロイは立派だった。はい、ありがとう。それで十分よ。敵機捕捉。エリア27より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら下手すりゃゼントラーディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです一条君、急に臆病風吹かしちゃって。何？マックス隊長の言う通り、もしかすると女ができたせいかな。カキザキ、エリア27より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら下手すりゃゼントランディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです一条君、急に臆病風吹かしちゃって。何？マックス隊長の言う通り、もしかすると女ができたせいかな。カキザキ！
エットプロトカルチャー。捕食エリア27より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら下手すりゃゼントランディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです一条君、急に臆病風吹かしちゃって。何？マックス隊長の言う通り、もしかすると女ができたせいかな。ドキドキ。プロトカルチャー。捕食エリア27より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら下手すりゃゼントランディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです一条君、急に臆病風吹かしちゃって。何？マックス隊長の言う通り、
もしかすると女ができたせいかな。カキザキ、任せて。メルトランディ軍はゼントラーディに先んじてプロトカルチャーの遺跡とマクロスを発見。ラプラミズ総司令は直ちに戦闘母艦を向かわせマクロス捕獲作戦を開始した。
意してください。退却いたしました。お団地、このミーゾーンに民名が言っていたカーシが揃え、メルトランを降伏させられ。アディ軍が和平交渉を申し入れています。和平交渉、マクロスはゼントラーディ軍と和平条約を締結した。ゼントラーディの科学力を使えば同じ遺伝子構造を持つものとして人類との共存が可能と判明したのだ。しかしゼントラーディのボドルザー総司令が停戦に合意したのは、歌がメルトランディに対し兵器として有効であるのを知り、遺産であるメロディに歌詞を付けさせて歌を作るためだった。プロトカルチャーの遺産であるメロディを手に帰還した民名は念願かなって光と再会するのだが、覚えていますか、目と目があった。まさかあの人との間に何があったか知らないわ。でもね、それでもね、私はあなたが好き。
光の心変わりに衝撃を受けた民名はその場を飛び出し失踪してしまう。そして歌を兵器としか考えなかったボドルザーが民名の失踪を知った時、平和は歌方の夢と消えた。再び戦いの渦に巻き込まれたマクロスに第一級非常態勢を知らせる警報が鳴り響いた。光は走っていた。ある場所を目指して。何よそれ、なんで私があの人の見つけた歌を歌わなきゃいけないの。歌が未完成ではメルトランを屈服させることはできない。となれば全滅させる。所詮は短い平和でしかなかったか。目標、マクロス並びにラプラビズ艦隊、アルマゼルトラン・オルトガードラ。かたくなに心を閉ざす民命に、戦いで命を落としていったフォッカーたちの果たせなかった夢のことを話し、君には歌があるじゃないかと告げる光。そのひたむきな思いは希望を失いかけていた民名の心に再び光を灯し、君はまだ歌が歌えるじゃないか。私自分から好きでこの道選んだんだもんね。みんな、私歌うわ、思いっきり。全ての者に告げる。
我らの敵はただ一つ、オルグ・オドルザを倒し、再び文化を取り戻すのだ。デルタワンよりスカブランド、これより反応弾の使用を許可します。攻撃は各機の適切な判断に委ねます。
ミングステーションの破壊を確認。直ちに帰還してください。開始する。各機フォーメーションを整え、任命サウンドの開始を待て。任命さん、もう一度お願いします。もちろん。任命サウンドスタンバイ。光る、届いて、届いて、私の歌。抵抗力をつけてきてるわ。急いで。
抵抗力をつけてきてるわ。急いで。
Thank you.
対しての抵抗力をつけてきてるわ。急いで。
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 に対しての抵抗力をつけてきてるわ。急いで。Thank you.
に対しての抵抗力をつけてきてるわ。急いで。
カルワンよりデルタワンへ。任務完了。これより帰還します。こちらデルタワン、了解。結局何だったのかしら、あの歌。ただの流行歌よ。流行歌？何万年も昔に異星人たちの街で流行った。